はい。前回の動画がね、セミの鳴き声がすごいうるさいっていう指摘があって、まあ、確かにセミがうるさすぎて会話がちゃんとこの音声がね取れないなっていうのが心配だったんだけど、実はね今もセミがうるせえよ。まあ俺の場所選びのあのセンスがないんだな。あとそのみんなつけてるピンマイクみたいなあれを俺がそのまだやってないから、まあ、音量問題とかもちゃんとしないとってことで、マイクは本当時間があるときに買いに行くんで、今日はねちょっとストレスかもしれないけどこのまま行きます。今日、ブレイキングダウンのねオーディションボリューム3が上がってると思うんだけど、その中でね、まあ、俺がシータンとね、まあ、絡むんだけど、まあ、実はレイコがシータンの大ファンなんだよね。大ファンというかめちゃくちゃ好きで、で、まあ、俺もシータンに対してねすごいリスペクトを込めてこうガチめに行くのがシータンへのそのファンのやり方だとあれだったんだけど、で俺はねシータンと無事に写真撮ることできたんだけど、まあ、レイコがそれで、まあ、すごい拗ねちゃって、何度お前だけ撮ってきとんねんって。だからあのチータンどっかもし新宿とか来ることあれば、チータンのスタッフマネージャーとかもちょっと俺にあの DM くださいよ。あのレイコ連れて行くんで、チータンありがとうね。すごい楽しい時間でした。で、もう一個いじめられっ子の企画で、なんかその結構 DM が来たんだけど、実はあいつらは仕込みなんじゃないかとか、いじめられっ子って言いながら、実はそうじゃないんじゃないか、格闘家とかなんじゃないかみたいな、そういうあのコメントやね DM が結構来てて、多分それは別に格闘家とかじゃなくて剣バト、喧嘩バトルロワイヤルだとか、そういう何レペゼンのイベント炎上万博に俺にかかってきてくれた子とか、あと右側にいた子が、まあ、出てる。だから決して純粋にいじめられっ子じゃないし、おかしいよと、あれは仕込みだっていう風に言われてんだけど、だってぶっちゃけ炎上万博とか剣バトなんてのは素人の大会なわけで、ましていきなりねブレイキングダウンに出れる方が難しいんだから、彼らだって何か自分を変えたくていろんなところに応募したり出てくるのも別に変な話じゃないし、視聴者とかあのブレイキングダウン見てる人はね、一番左の男の子みたいに本当に勇気を出してここまでなんとか来ましたみたいな子であってほしいっていう、まあ、その気持ちはわかるんだけど、まあ、彼らだってね別に本当にその過去をいじめられてたって話は真実だろうし、炎上万博と喧嘩バトルロワイヤルに出場経験があるぐらいでそんなガタガタ言ってたら、じゃあ、 俺たち喧嘩自慢だよって言いながら地下格結構出てたりとかってやつらいっぱいいるわけだし、そういうのどうなっちゃうのって話じゃん。経験者だとか何かの大会に出てるかとかいいじゃんなことはな、いいんだよそんなことは、小さいことは俺たちとやるってなればまた別なんだから、じゃあそれも彼らなりにそのいじめられた過去を払拭するためにね、いろいろ手探りでいろんなとこ出たりなんか習ったりっていろいろそれはやるだろう、そりゃまあ、だからいいんだよいちいちちっちゃいことはな、うん、それは別にやらせでも何でもねえよな、まあ、とりあえずないいんだよ、まあ、分かるけどな言ってることは、俺ですら思ったよ、えってちょっと思ってたのと違うぞみたいな、
一瞬そういうのも俺もよぎったけど、でもいいんだよ、ちっちゃいことは気にすんだよな。あいつらは当日ね、勇気出して向かってくる、そしていじめられてたっていう真実はもう本当なんだから、本当なんだろうから、みんな見守ってくれよな。ガタガタ言わねえで。まあだからね、9月1日か、まあ、みんなね、もうすぐなんで応援してください。で、教皇者の、自回り活動の方ももう近づいてきました。もうすぐです。もうすぐ第1回目決起集会をやるんで、まあ、そっちの活動の様子とか面識の方にバンバン上げていくと思うんで、まだ登録してない人はウルタ夫婦チャンネルメンバーシップの方に登録してください。で、まあ、あとはそっか、音声問題だよな。結構いろんな人から言われるんだよ、音量のストレスがありますって。で、俺原因分かってて、今までカメラマンと YouTube バンバン撮ってた時は YouTube 用のカメラだったんだよ。この iPhone 15 Pro Max っていうのに変えてから、こっちが楽だから iPhone で撮るようになったの。それってピンマイクなしで、ね、スマホだけでやるとやっぱその対象者が遠いから音声がちっちゃいんだよな。それを改善すべくちょっと時間ある時にビッグカメラかなんか行ってくるから、はい、という感じです。いじめられっ子のやつらもいろいろネットで今やらせじゃねえかとか、お前ずるいぞとかっていろいろ言われてるかもしんないけど、まあ言われたりもしてんのかな。で、またそういうのが初めての経験かもしんないけど叩かれるとか、気にすんなよ全く、何にも気にすることねえやお前らは、という感じです。以上です。すごいぞ、フットワーク。負けたら一生の汚点ですよ。いや、やばいな。ちょっと陽気になってる。いきます。